とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この装備がついに出ました。ついに出ちゃった、これ。勇者のアーマー263。正月に出ましたね。黄金でヘルスシナジー1。これ1かーと思うじゃないですか。このね、黄金についてるヘルスシナジー1でも3でも変わりはありません。このフルメタルヘルスシナジー3が入ってるんですよ。これで、一度ね、ダメージを受けて回復してみますね。あ、もう受けてるか。まあ受けました。で、回復しますよ。はい。92,43 かな ?9 万回復します。で、これヘルスシナジー3でしょ?ヘルスシナジー1の勇者のアーマーで回復します。はい。92,42。変わんないのよ。ヘルスシナジーの効果が1でも3でも、変わりません。うん。これ3ついても3%しか回復しないっぽいんだよね。なので、1でも3でもよかった。はい。で、エンチャントは、ポーションバリア、クールダウンのタンブルビーですね。もう本当に理想的だと思う。うん、263の勇者でこれ。これは絶対強いから。まあ、とりあえず、やってみましょう。ちょっと珍しいとこ行きます。ソウルサンドの谷ですね。プレイヤー HP が、30% 減少して、レッドストーンキューブに変わる。で、食料貯蔵ですね。なかなか難しい感じです。アーティファクトが出ます。し、デイリー3なんですよ。うん。稲妻の矢筒の256が出てきてくれれば、超当たりですね。はい。まあ、とりあえずクリアを目指しましょう。問題ないと思うよ。うん。とにかくポーションバリアを使って、あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、何してんの何してんの危ない。キノコ入れてないじゃん。そうか、そうか、あれだったんだ。骨のコンボを俺装備してたからだ。オッケー。ちょっと待って、これ完全に俺、序盤ミスってるな。オッケー、オッケー、これでオッケー。ようやく、ニュートラルに戻った感じですね。オッケー。いいね。やっぱりこのね、ポーションバリアの、ポーションの回復速度よ。たまらんね。うん、ガシガシ回復する。やっぱこれぐらい回復してくれると嬉しい。OK、キャプテン発見。どこだ?で、クールダウン1だから、これはあれか、弓を、チャージ系入ってるやつ使った方が使いやすいかな。なんだ?テンポセフト?珍しい。で、またちょっと嫌なやつ。テンポセフトついてるか。ちょっと弓をチャージ系入れていきますね。の方が、良さそう。うん。やっぱ動きがね、ちょっと悪いのよね。チャージ系入れないと。なので、これで進んでいきまーす。お、キャプテンいる?どこ?あ、ここか。あー、やばい!固まった。え、ちょっと待って待って待って。嫌なやついるね。なんだ?まだいるまだいる。いいよ。いいよいいよ。今の何だったの?ちょっと待って、後で見よう。あ、略奪者に変わるか。はいはい。あ、ちょっと待って、トゲついてたな、今の。何?プレイヤーダメージ 40% 減少。おー。まあまあまあ。一つ結構厳しいのがついたけども、あとはまあマイルドなやつなので、大丈夫でしょう。いきますよ。テンポセフトが、ちょっと動きが悪いな。キャプテン発見。これテンポセフトが本当に嫌だね。めちゃくちゃ嫌なエンチャン。足がね、もう遅くなって嫌だな。ちょっと待って、キャプテン2体いるな、これ。いる、いいね。よし。
ダメージが減少しているので、ちょっと倒すのに若干時間がかかっちゃいますね。で、上にもう一体いたでしょ。いたよね。あれ、気のせい？あ、気のせいか。キャプテン、どこだ？この奥か？あ、いたいた。いや。よし。危ねえ、危ねえ、危ねえ。死ぬ、死ぬ、死ぬ。あぶねえ。さっき、トゲで事故ったからな。危ねえ、危ねえ、危ねえ。やっぱりね、ダメージじゃない。HP 減るのって結構きついね。まあ、分かってはいるんだけど。OK。で、奥にもう一体いるの？あ、いるんだ。珍しいね。こんな狭いところ。やば。よし。なんだ、なんか動きがすごい悪いぞ。霊気がいた？か、凍結？全然振らなかったね。 OK、 これで全部でしょう。うん、全部取りましたね。ではあとはクリアするだけ。あ、でももうすぐっぽいね。あとは脱出で終わりか。おーおお、効くね。で、こう攻撃力が下がってるからパワーポーションを取って、まあトントンっていう感じか。あ、終わりだ。うん、もうないですね。はい、まあ、とりあえずクリアです。報酬見てみましょう。頼むよ。報酬はなんだ。頼む。あ、違う、これじゃない。多分一番良くないやつが出たな。ちょっと待って、何を持ってる俺今の。ランタンは254でしょ今の出たの。ランタン、254、同じやつ持ってる。いらないな。はい。ということで、今日はね、勇者のアーマーの最高のやつ出ましたので使ってみました。やっぱり良かったね。強い。うん。シナジーで、まあ、正解かな？うん。ヘルスシナジーとポーションバリア、クールダウン、タムルビー。うん。もう、まさに、ほんと理想的なやつだと思います。はい。263だしね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。